今日も整体、今日か明日整体行ってこようかなと思ってるけど、安いんだよ。リスナーさん、ヒカルくんのリスナーさんがやってる整体。すごいいいんだよね。3500円で1時間。郡山物価が安いからいいよ、なんでも。東京だったら8000円ぐらいするもんね。新宿だったら。安いよね。しかも超うまいんだよ。おばちゃんなんだけど。すげえ体ほぐれたもん。練習で歩けないぐらい練習してるから、俺もヒカルくんも。足引きずって。外泊してる時の朝の雰囲気めっちゃ好きなんだけど、わかる？わかる。わかる。わかるよ。いやーね、旅してると何がいいって、街の空気が変わるんだよ。よくわかんないと思うけど、街の色とか空気とかあって、やっぱね、水戸から東北って変わるんだよ、やっぱり。それが面白い。うん。おうし座じゃない、双子座だね、俺は。うん、俺は双子。なんかね、その5月21って2つあるんだよ、確か。双子座とおうし座って2つなんか、占いサイトでも2つ出るのね。で、なんで俺は双子座だって言い張ってるかっていうと、ファミコンゲームでセイントセイヤのゲームをやった時に、その生年月日登録すると双子座って出たから、で、俺が初めて星座に関わったのはそのファミコンゲームだから、俺は双子座説を採用してる。変わるよね。若造さんおはよう。東北に来たなーって感じるよ。地方限定のコンビニ見たりとか、まあこういう酪農牛乳ってね、俺が飲んでるやつとか。いろいろ変わるんだよ。そう、5月の21日はね、なんか2つ占い、なんか鬼門なんだろうね。なんか2パターンあるんだよ。早く帰ってこい、リアトツしてください。皆さん1万人まですげえ遠いんだけど、本当に1000人でもきついのにさ、ぶち上げたよな。ちょっと無理したよね。年度によってわかるんだ。1985年5月の21だね。で、俺は双子座説を採用してるけど、サイトによっては双子座だったりとかいろいろある。うん。はあ、そうだね。でも俺は双子座だと思ってるね。自分のこと。のりたんおはよう。1万人なんやかんや、あっという間かもよ。捨て頃のリアトツで。捨て頃で何人ぐらいリアトツするんだろうね。あ、でもね、その捨て頃に試合のチケット取れなかったけど、リアトツするためだけに来てくれる人とかいるんだよ。やばいよね。超ありがたいよ。外で出待ちだけするって、リスナーさんが言ってた。
ありがたいよね。ステッカーもう一種類増やそうかなと思ってる。新木場ファーストリングっていうところだね。いや、東京の新木場っていうところ。まあまあ、日本ずっとぐるぐるするしかないでしょ。でも、あれだよ、みんなね、人数増えない増えないって言ったけど、俺は実は、こんなもんだなと思ってたの、今の実力。だけど、その、ふわっちのフォロワーさんが増えていけば、いいわけじゃん。だから、実はね、リアトツも大事なんだけど、放送のフォロワーさん増やすの大事だなっていうのは気づいてるから、俺は。だから日本4周ぐらいするんだろうね、多分。でね、すごいなと思ったのが、まあ今10日ぐらい経ってるわけじゃん。この11日間でさ、フォロワー何人増えたかみんな想像つく。みんなあんまりそこをね、注目してないんだけど、この11日間で何人ぐらい増えたか予想してよ。ふわっちのフォロワーさん。どれくらい増えたと思う？そう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 。年数かかってもいいんだよ。100人、はるちゃんは予想。100人すごいよね。10日間で100人増えたらすごいよね。50人、いや。150人。30ぐらい。400人。400人は言い過ぎでしょ。うん。答えはね、300人。すごいでしょ。うん。新しいこの旅の中で、この11日間で300人増えてんだよ。だからこの旅から見始めた人めちゃめちゃ多いはずなんだよ。俺は企画として当たりだなと思ってる。そうだね。一番近いね。すごいでしょ？そう。だから、配信業的にもいいんだよ、これは。うん。だから、フォロワー見てごらん。2000人超えてるはずだから。うん。だから、この300人の人も、新しく、和道にリアトツしようかなって思うわけだから、2週3週していかないといけないのよ。だから、茨城もう終わっちゃったんですかとか言われるもん。千葉はもう終わったんですかとか。終わりじゃないんだよ。みんなに会いに行く旅だから。だから、やっぱり配信は体張って面白いことやったら、みんな評価してくれてフォローしてくれるんだよ。うん。じゃあ応援しようかなとかさ。うん。積み重ねだよね。あ、フォロワーさんを増やしながらリアトツしていかないとね。カウントしない。ノーカウント。だから、純粋に1万人、1万回じゃない。それはね、便所太郎さんにも言われた。1万回なの、1万人なのって。1万人ですって言ったら、マジかって言ってた。無謀だなって。うん。いいよ、いいよ。あいつメンヘラでもうどうしようもないから。うん、ほっといていいよ、あんなの。性格悪いじゃん。ああいうネガティブな人間と俺は付き合いたくないから。付き合いもしてないけどね。一切。ネガティブは感染するよ。ポジティブな人間と一緒にいた方がいいよ。バイブスだよ、バイブス。いい空気を持ってる人間の周りにはいい人間が集まるから。誰と付き合うのかを選んだ方がいいよ。
カオコよりって、別にカオコと付き合いあったの？窓津、金雅子さんいらっしゃい。静岡行くよ、全然。お茶を飲みに行くね。ご予定は、いや、ヒカル君とくっついてスパーリングやる感じだけど、マウスピース買って、なんかそのスポーツ用品店に行く予定だね。番長3見てた、ありがとうありがとう。たまたまさん、もしよかったらフォローして。今はね、日本全国リアトツの旅やってます。足は小指、左の小指はもう絶対折れてる。だから踏み込んだりすると痛いんだけど、これは我慢できる。アドレナリン出たり、もう、小指の骨って折れるのね、簡単に。おう、アンズさんおはよう。小指は折れてる、まず。でもこれは1ヶ月で治る。大丈夫。左足は、捻挫は癖になってる。だから蹴り方間違えると、死ぬ、自爆する。だから足グネイルキックね。これはもう癖。ただ、今日踏み込んだ感じはいける。で、一番ダメだっていうのは、すね。すねを蹴ると、もう、なんとも言えない激痛が走る。サンドバッグ、柔らかいのを蹴るのは問題ないの。太ももとか。だから、すねとすねがぶつかるって、すっごい痛いのね。要は、ガードをされるとやばい。サポーターつけてるんだけど、レガースっていう、グローブみたいな足バージョンがあるんだけど。すねとすねがぶつかると、もう、超痛い。場所を変えて蹴ると大丈夫なんだけど、一番インパクトがある重たいところってあるの。ここだっていうポイントあるのよ。そこがもうダメ。ぶっ壊れてる。これはね、弱点ができちゃったね。右足で蹴れないっていう。上半身もいろんなところ筋肉痛とかあるけど、怪我したところも治ったし、全部。そう。弁慶の泣きどころだよ。ちょうど。そこが、金属バットで結構強めに殴られると、なんとそういう痛み、鈍い痛みっていうか、うーっていう。だから、左足で今蹴ってるね。今日のやつ見る？今日ヒカル君とやったやつ見たい？見せようか。もしよかったら。ヒカル君とのスパーリング見たかったら、キャプるよ。骨に響く痛みだね。教えて、放送見てたら、全然、どこにいるかチェックできるから。見る？キャプれるかな？電波弱いかな？ちょっと待って。やってみようか。ちょっと待ってね。いってらっしゃい。頑張ってね、はるちゃん。また見に来てね。そしたらキャプるか。よいしょ。キャブレッかな。ちょっと待ってね。音切ってもいい？音切るよ。俺解説するから。音は多分いらないと思うから。どうしようかな。今見れてるかな？今見れてる？
ちょっと待って。これくらいかな。映ってるかな。もうちょい待って。間違えた。ごめん、これミス。ごめん、キャプチャー。で、見れてるかな？ちょっと待って、見れてたら教えてほしいんだけど。ちょっと準備するから待ってね。多分見れると思うんだけどな。よいしょ。これをこうして、で、こうすれば、これで多分見れるはずなんだよな。あれ、ちょっとでかいな。どうかな？これで見れるかな？見れてたら手挙げて。映ってる？ OK？ 映ってる？じゃあキャプるよ。ちょっとしばらくコメント読めなくなるよ。いきまーす。じゃあ、キャプりますね。ね。ヒカルくんとのスパーリング何分ぐらいかな？あ、こっからスパーリングが始まるね、多分。ヘッドギアつけるから。まだか。そろそろかな。強かったよ、ヒカルくん。まあ、タイムシフト公開してるから見てみて。音ありで見れるから。そしたら。でももうすぐ始まるね。マススパーリングって言って本気のスパーリングじゃないんだけど、軽めに当てるスパーリングね。まあ、ヒカルくん強いよ。多分ね、そろそろ始まるよ。ごめんね、今コメント見れてないけど、後でじっくり読むから。まあ運動神経抜群だからね、ヒカルくんは。筋力もすごいし。お、そろそろ始まるかな。やってみようか。まだ始まんないね。まだ始まんないね。もうそろそろだからちょっと待ってて。多分歩いてるってことはね、もうすぐ始まるんですよ。二人ともヘッドギアつけてるから。お、始まるかな。そろそろ始まるね。コメントは携帯で見ようか。よいしょ。波動の放送。おし、アンズさん手上げありがとう。あ、天然水さんどうも。ギブアップはする予定はないよ。こんな感じだね。始まったね。見れてる？みんな。見れてる？ヒカルくんとマススパーリングやってるんだけど、映ってるかな？大丈夫かな？こんな感じでやってますね、僕らは。
OK。うん。結構本格的でしょ？見応えあるでしょ？体張ってますよ。これを毎日やるとね、体がボロボロになるんですよ。顔も腫れるし、二人ともたんこぶだらけですよ。二人ともたんこぶだらけ。きついぜ。で、今ね、コンタクトレンズが、ヒカルくんのコンタクトレンズが外れちゃって、二人で探してるところだね。コンタクトレンズ外れ中です。で、今見つかったところで、試合中なんで。この後もう一回だけやるから、ちょっと飛ばそうか。この辺からやると思うから。うん。いや、レーシックしないと、まずいね。ヒカルくん何回もコンタクトすっ飛んでるから。0.02 とかしかないんだよ、視力が。うん、で、仕切り直してもう一回やるんだけど、うん。結構高画質だよね。いい感じだよね。頑張ってやってるよ。最初の頃と比べてだいぶマシになったぐらいじゃない。本当はもっとバシバシやるけど、スパーリングね。ヒカルくんフォーム綺麗なんだよな。ガードが硬いんだよ。こんな感じで痛いでしょ。わかるでしょ。体重俺今75ぐらいかな。うん、75とか。うん。まあ、本当は68とかが適正体重だと思うけど。ちょっと太りすぎだよね。ヒカルくんは筋肉ムキムキで72キロかな。だから筋量が足りないんだよ、俺は。脂肪が多すぎるんだよね。こっからダダッコだよね。喧嘩。ただの喧嘩。笑えるよね。何やってんだこいつらって、うん。二人ともどこで止まっていいかわかんない、ね、うん。素人だから。レフェリーもいないしさ。これってストップだよねとか二人で話してるの。そうだねっつって、うん、多分レフェリー止めるよねっつって、うん、笑うわ。あの、近くになるとどう対処していいかわかんないんだよ。身長170ぐらいかな。まあそうだね、学校でプロテイン飲んでるよ。学校でよく見る映像だね。なんか、その、ちゃんとトレーナーとかついてないから、たまに教えてもらうぐらいだから、二人とも。わかんないことが起こるとね、喧嘩になるの。ただの。まあ、それはしょうがないよね。やり方わかんないんだもんだって。ほら、喧嘩になってきた。レフェリーはプロの K1 とかやってる人のレフェリーだから全く問題ないよ。プロレフェリーで超有名な人。うん。ネット太郎さん本気で金払っていい人呼んでるよ。うん。喧嘩でしょ。うん。うん。ごちゃごちゃになるよ。やったらわかるよ。怖いんだかんね、ヒカルくんと戦うの。編集長おはよう。うん。こんな感じだった、今日は。二人でだけやってる。うん。いや、もちろん、運動した後飲んでるよ。まあ、こんな感じかな。
まあまあ、でも形、どうなんだろうね。最初の頃に比べたらまあいいかなっていう感じはするけど。どうなんだろうね。俺は格闘家じゃないからその辺わかんないからさ。めっちゃ面白いでしょ。これを300人の金払ってる人の前でやるんだよ。リングの上で。あと1ヶ月後？はい、ワト2、特命係長、花火ありがとう。ありがとう。いやー、これは生で見たいでしょ、みんな。生で見に来ないとダメだよ。じゃれてるわけじゃない。本気だぞ、これ。だってその前に2時間練習してんだよ、お互い。2時間じゃない、1時間半練習して最後だよ。ずーっと練習してんだよ、これ。きっついよ。1時間半練習した後にこの動きだからね。笑えないぜ、まあ俺もタイムシフト見て笑っちゃうけど、素人すぎて。でもね、頑張ってるよ、二人とも。頑張ってるの伝わるでしょ。辛いよ。膝が痛いし、もう足首、足の骨折れてるし、足は捻挫してるし。面白いよな。どうしていいかわかんない。当日楽しみ。あ、ノリタン来んだっけ？俺も楽しみだよ。実際戦えるの。頑張ります。怪我してますね、もう。あ、怪我だらけですね。まあ、でも配信でもね、放送されるから。ああ、ぜひぜひリアドしてください、その時は。旅配信のカウントにもなりますんで。公演プレゼントありがとね。ありがとう。アイテムたくさんありがとう。でもね、中距離ぐらいは形になってるね。近距離になるとわけわかんなくなるけど、だだっこパンツになるけど。ミドルレンジの戦いは、まあ、ね、まあ見れるようになってきたかなっていう。この辺がもうダメだけど。すね当てすれば痛くない。いや、超痛いっすね。柔らかい部分に当たったら痛くないけど、すねとすねがぶつかると、多分ね、なんとか骨折っていうのをやってるっぽいんだよね。剥離骨折だっけ？なんかね、剥がれてるっぽいっすね。ドルさん曰く。おはよう、ジェルデさん。右足のすねがいかれてるから左足で蹴ってるでしょ。本当は喧嘩になっちゃいけないんだよ。大振りは良くないから。あとまあ練習はこんな感じかな。こんな感じの練習をしてるね。ヒカルくんのトレーニングメニュー。要はどのパンチ打ったらいいかわかんないっていうか、近距離ってもう相手と顔がくっつくぐらいの距離だから、何やっていいかわかんないから、お互い大振りになるんだよ。やってみたらわかるよ。あ、そうそう。骨の表面が多分ペリッとなってるんだと思う。それだ。ドルさんが言ってた。こういうトレーニングをした後に、なんつうの、最後スパーリングして、1時間半こんなんばっかりやってんだよ。この場所はヒカルくんの会社の中にある施設なのね。ヒカルくんが働いてる。だからヒカルくんは自由に使えるのよ。大会出るから。
ヒカルくんの関係者のジムだね。地味でしょ。ひたすらずっとこうやってやってるっていう。すごい地味なトレーニングだよね。でもこれがきついんだよ、また。3分間ずっとヒカルくんやって。で、ペースアップすんだよ。30秒、残り30秒。俺ついていけないの。ついていけない。速くなってるでしょ、ヒカルくん。すごいよね。これ3回やるんだよ。9分間だよ。超きついよ、これ。1分休憩の後にやるんだけど。多分またやってると思うよ。ほら。ずーっとこればっかりだもん。こういうのが一番きついよ。まあ旅だからね。ウェア持ってきてないから。ヒカルくんはね、体力あるよね。すっごいきついよ。いや、ペースアップきついんだって、本当に。本当にヒカルくんハードにやってんだから。超きつい。あとはまあ、どんなトレーニングだろうな。まあ、サンドバッグ蹴ったりとかじゃん、こうやって二人で。初見さんいらっしゃい。いや、真面目にやってんだよ。真面目にやってこうなるんだって。やってみな、3分間ポリバケツ置いて、3分間その、ポリバケツの足トン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 ってあのペース置いてごらん。最後30秒ダッシュすんだよ。きついよ。で、これをずっとやった後スパーだぜ。殺す気かって思ったもん。ついよ。まあ、こんな感じかな。最初の方柔軟やってるだけだしね。シャドウと柔軟やってスパーリングみたい。これは見切りっつって、かわす練習とかパンチの距離感。まあ、避ける練習だね、簡単に言うと。あ、ゆっくり打ってるんだけど、パンチを。ヒカルくん避けてるでしょ。こうやって、その、パンチに慣れる練習っていうのかな。ゆっくり打って。風船ありがとう。おはよう。おはようございます。見切りっていう練習みたいだね。そう。だけどこういうのやってても、なんだこんなのスパーリングじゃねえよとか言われて、いやスパーリングの練習じゃないからみたいな。これは見切りっていう練習なんだけどなとか。あ、なんか、ああだこうだ言われるよ。そうそう、だいたい1回のメニュー2時間ぐらい。2時間ぐらいね。ヒカルくんは、どちらかっていうと、避けるタイプなのね。見てたらわかるでしょ。ダッキングとかスウェーバックとかで避ける練習をしてるんだけど、次俺の番なんだけど、俺はパリングと、
ブロッキングをメインでやってた。要は手で弾いたりとか、もうガードして受けちゃうっていう方。ヒカルくんは避けるの主体でやってるね。俺はパンチもらうのが怖いタイプだから、もらい慣れたいと思ってるから、近くでずーっとね、殴られる練習してた。同じ練習でも。そう。じゃあ次俺の番だね。見てみようか。よいしょ。俺は、もう、ブロッキングって言って、ヒカル君とはちょっと違くて避けてないでしょ。手で弾いてる。うん、手全部弾いて、避けるっていう。まあ両方とも別に、どっちでもいいんだよ。パンツが外れれば。グローブで止めてるでしょ。うん。俺はこっちで練習してる。別にどれが正解とかじゃなくて、勝てばいいからね。俺は、こっちの方がいいんじゃないかなと思って。自分のスタイル的に。そう。顎に当たんなきゃいいわけじゃん。まあ、当たってるんだけど。ちょっとヒカルくんとは違うやり方になってるね。動き違うでしょ。見たらわかるでしょ。ガードが主体。ガードと弾くのが主体だね。その、リズム感とか避ける感覚みたいなのが下手だから、俺が。こっちの方が性に合ってるんだよね。ずーっとのんちゃんにパンチ打ってもらって練習してたから。まあこういう練習もやって、で、その後には、蹴る練習かな。まだパリングやってるね。まだやってるな。で、今度すね当てつけて、蹴りの練習。こうやって、交互に蹴って。おはよう。バーガープレゼントありがとう、ニック。こんな感じの練習やってるかな。プロの人とか本気でやってる人からしたら素人芸だけど、一生懸命やってますね。OK。まあ、こんな感じなんで、昨日の練習は公開してあるんで、ぜひ見てみてください。ヒカルくん寝てるよ、今。寝てるよ。10時まで寝れるから、10時になったら起こすよ。ヒカルくん疲れてるからさ。顔に落書きしないよ。広島行くよ。全然行く行く。よ、パンチが蹴り出すだけ。まあまあ疲れますね。疲れるか疲れないかで言ったら疲れますね。日本全国回ってるよ。
疲れるけど、なんだろうな。疲れて休んでいいんだったら休みたいっすよ。でもみんな殴り合い見たいんでしょ？うん。じゃあね、練習しないと。ね、休んでいいんだったら別に休みますけど。みんな金払ってぶん殴り合い見たいわけでしょ。頑張りますよ、僕は。筋肉痛半端ない。もう筋肉痛がずっと筋肉痛。ずーっと筋肉痛。うん。ああ、もしもぜひぜひ会いに来てください。ずっと。歩けないぐらい、びっこ引くぐらいの。で、整体に行って、やっと、わーみたいな、体がやっと治った、みたいな。筋肉がカッチカチになっちゃうのよ。なんか、要はね、オーバーワーク気味なんだよね、ちょっと。ヒカルくんのトレーニングに俺の体が追いついてなくて、俺からするともう、なんつうの、超大変なメニューをやってる感じ。すごいきつい。だからもうカッチカチだし、膝は痛いし、すねは痛いし、その筋肉痛とね、その、なんだろう、もう、だから今日も整体行こうと思ってるんだけど、辛いよ。やっぱり、きついね、練習は。でもまあ、その分やりがいがあるっていうか、なんかこう、いいパンチとかあるんですよ。いいキックとか。うん、髪の毛いい感じでありがとう、うん。ありがとう。赤と黒と白が俺のテーマカラーなのね。だから黒い服とか赤い靴とか。赤黒白っすね。怪我しないように練習してるんですよ。本番で。大怪我するから。練習してないとさ。いや、ブロックしなかったら膝の付け根、人体の付け根とか狙って蹴るんですよ。プロが蹴ると人体断裂とかすんの。一発で歩けない足になるんだよ。そういう急所を狙うから。テルチャンピンの急所、僕は人体断裂、鎖骨ぶち折って顔面ボコボコにしてやろうと思ってるね。もうテルチャンピンが二度とやりたくないっていう。和道は強いよ、二度とやりたくないって言わせるよ。レクチャーおはよう。最近時間合わなかったね。うん、テルチャンピンだよ。俺の相手は。青山。青山だね。今日は多分ね、ヒカルくんと結構スパーリング多めにやるんじゃないかな。ヒカルくんがなんかスパーリング楽しいっつってハマってたから。俺は怖いんだけどね、ヒカルくんとスパーリングやるの。まあ、ヒカルくんとか他のリスナーさんに聞いた感じだと、根性と気合で負けなければ 100% 勝てるって言われてる。
今現段階で。和道は強くないけど、青山が相手だったら、要は根性さえ座って、要は気持ちが折れなければ 100% 勝てるって言われてる。ただ、そこじゃないんだよ。俺が求めてるのは。なんか、そう、昨日の自分より強くなりたくて、もっと盛り上がる試合やりたいから、まだまだ鍛えますね。その、6月10日まで、何ができるのか楽しみなんですよ。自分自身が。うん。テルチャンピオンはほんと練習しないな、練習しないとやばいと思うよ。うん。ただ、番狂わせ全然あるから、油断は全くしてないけどね。客観的に見ても絶対勝てると俺は思ってる。現時点では。青山より強いやつとしかやってないから。弱い人とやっても意味ないじゃん。自分より実力上の人とずっとやってるからさ。だんだん自信はついてきたよ。いや、見える。ここで話すことじゃない。うん、ここで話すことじゃない。今130人見てんの。公開でやることじゃないでしょ。うん、
田舎に住みたい。田舎いいね。郡山都会だよ。郡山はね、八王子より都会かな。八王子の方が都会か。まあ変わらないぐらいな感じ。郡山は全然都会。水戸も都会だったしな。郡山がこんなに栄えてると思わなかったよ。しかもね、超美人が多いの。びっくりする。本当に東北美人多い。男もイケメンでオシャレなのよ。郡山すごいよ。本当に普通にびっくりするぐらいの美人普通に歩いてる。レベル高いよ。結構栄えてるね。駅前はね、駅前は八王子よりも、どこだ、八王子よりも、あれだ、三鷹ぐらいかな。三鷹ぐらいかな。うん。程よい都会っていうか、成田より全然都会だし、スーパーとか、パチンコ屋とか全部、でっかいんだよね、土地が。すごい開放されてるから。郡山の方言は、光くんが使ってる方言とかに近いんじゃないかな。光くん宮城か、もともと。そんなに、方言っていうのは、あんまり感じないね。茨城の方言はもう、あ、もう、茨城だってわかる。郡山の方言はあんまり、感じないよ。ちょっと独特だけど。おはよう。ゆうちゃんおはよう。なまってた？あ、そう。あ、そう。寝てないね。昨日の夕方起きたから、ちょっと戻さないとと思って。そう。
逆転したら逆転し返せばいいんだ。シンプルでしょ。魔風馬返しみたいなね。ヒカルくん寝てるよ。だから小声で喋ってんのよ。起こしたらまずいからさ。疲れてるからヒカルくん。もう明日はお別れだからさ。ヒカルくんと。寝言は言わないけどね、もうずーっと夜中中 LINE がピコピコピコ、大手だよね。DM なのかな？なんかもうずーっと携帯が鳴ってるよ。大手だよね。ピコン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 って。ギャルから来るんでしょ。ヒカルくんチュッチュッ。ヒカルくん私とパコってって。愛されてるよね。おお、トゥーさんおはよう。いいなーって。何がいいの？東京先輩。いいなーって。初見さんいらっしゃい。バガーありがとう。コメントもありがとうね。もしよかったらフォローして。おお、バイトか。うん、頑張るよ。皆さん行ってらっしゃい。お腹ゆるいな。お腹痛いな。牛乳が完全に合ってねえんだろうな。美味しいのになんで体に合わないんだろう。腹立つな。あ、マイチンフォローありがとう。え、ミュール仕事やってんの？いってら。てら、頑張って。あ、仕事してなかった。あ、そう。
ああ、昨日ふわっち始めたんだ。楽しいよ、ふわっち。盛り上がってるよ。超盛り上がってるよ。いい感じですよ。顔がタイプ。無線。俺の顔がタイプっていうのはもうブス線ですね。B 線ですね。B ガールだよ。B ガール。ありがとうね。いってらっしゃい。いや、完全に B 線でしょ。どう考えても B 線だよ。顔がタイプ？っつって。ふぐちゃんにはね、カッシーニと、あと、エナタヌと会った後だね。綺麗になってる。こっち側はロングで、こっち側が坊主みたいな。左右で長さが違うんです。アシンメトリーっていうのかな。で、まだら模様になってんのね。上の方とか、後ろとか。韓国っぽい顔。マイチンさ、俺、思いっきり日本人の顔で、面長でしょ？切れ長の一重でしょ？これ昔の日本人の顔なの。超クラシックな、もうどっからどう見ても日本人の顔なの。韓国っぽい顔じゃないよ、俺の顔。典型的な日本人顔だからね、これ。多分分かってないの。韓国だよな。韓国じゃないでしょ。思いっきり日本人の顔でしょ。韓国の人はもっとエラ張ってるし。歌舞伎役者とか。だからもう、江戸時代から代々伝わる顔だから、韓国系の顔じゃないよ、これは。思いっきり日本人。こことか、ほう。韓国は石川の流儀。はじめまして。よろしくお願いします。翔ちゃんありがとう。好きなんだ。んな典型的な日本人、もう韓国にこんな顔いないから。すごいな。もう、わかんねえ。俺、韓国っぽい顔とか初めて言われた。いつから旅再開？いや、旅再開っていうか、今旅してるけど、俺。再開どころか旅してるんだけど、俺今。みんなにとって何なの？歩いてたら旅なの？移動してたら旅なの？ 全然よくわかんないんだけど、俺旅してるよ、今。古代から来た大陸移民顔。いや、それは正解。俺、島津家だから、島津家って3世紀に帰化してるの。いや、くだらから帰化してるから。それは正解。俺はだから、3世紀だから、西暦で言うと300年頃は韓国人。韓国っていう国がなかったけどね。くだらっていう国だから。クゲ顔ってやつね、要は。クゲ顔ってやつ。マロとか似合うよ。え、マロにした動画あるよ。多分ね、YouTube で和道三つ目が通るとかで検索すれば出てくると思うよ。和道三つ目で検索したら出てくるんじゃないかな。見てみようか。和道
三つ目。三つ目。ちょっと待って、探してみるよ。ほら、あった。ほら。ほら。ニコ生の頃の配信。うん。似合うだろ。どうよ。完全にマロだろ。うん。超クゲ顔だろ。うん。これニコ生時代だね。うん。いいだろ？キョンシーみたい。クリボーとか、一元とか、マロの時のリスナーやが忘れてるか。クリボーは覚えてるけど、一元とかはわかんないかな。うん。クリボーは覚えてるよ。クリボーだって俺に初めてリアクションしたのはクリボーだもん。かなりの初期リスナーだね。乃木編とかだね。今残ってるのは。その頃の超初期リスナーだと。一元はちょっと覚えてねえわ。クリボーもだいぶ大きくなったんだろうな、もう。お、飲んだ、いらっしゃい。髪染めたよ。地味にヒゲも染めたんだけどね。赤落ちちゃったね。ヒゲと眉毛こっち側だけも染めたんだけど。色が落ちちゃった。あのね、カラー系はすぐ落ちるよ。だから、イベントの前日とかにやらないとダメ。タオルが赤くなってくもん。メガネあるよ。今、そう、パソコン使いからかけてないだけ。キューちゃんマンいらっしゃい。覚えてます。何、どんな絡みしたっけ？覚えてないわ。ごめん。どんな絡みしたかな。ヒカルくんのいびきだよ。お、許せねえサムネだな、しちゃん。青山の、あれか？死角か？敵ですよ。ちょっとトイレ行ってくるね。
お腹ゆるゆるだよ。ただいま。お腹ゆるゆる。キューちゃんさん、キューちゃんマンさんいらっしゃい。キューちゃんマンことバレーニョさんおはようございます。サブアカいっぱいありすぎだよ。にゃおはよう。にゃ、ただいま。あ、お腹痛い。牛乳、美味しい牛乳飲んでるんだけど、牛乳の酵素を持ってないらしくて、全然消化できなくてお腹下りまくってるわ。ゆるゆるの実は食べてないわ。うん、そう、酪農牛乳美味しいんだけど、ずっとここ3日ぐらいお腹下してるんだよね。お腹痛い。ツイッターフォローしました。はいはい。ありがとう、フォロー。じゃあ、相互フォロー用のアカウントでフォローします。しょ。牛乳は毒。まあ、美味しい牛乳なんだけどね。酪農。え、キューチャンマンはロビンじゃないの？ロビン、バレーニョじゃないの？違う、あ、すまんすまん。カナリアと、売れないババ。あ、三つなんだ。ショート行ってきらっしゃい。行ってらきらっしゃい。頑張ってね。おはよう、キンハエさん。おはよう。寝てないで、マボさん、おはよう。こっちの方が楽。
心霊配信者じゃないかんね、俺は。何でもやるよ。雑談がメイン、雑談と旅がメインだけど。何でもやるね。面白かったら。じゃあ心霊配信を主軸にはしてないから、そこ期待されても困るかな。俺の売りは、俺の配信の売りはオールラウンダーで何でもやることだから。格闘技もやるし、ね、ドラムとかも叩くし、カラオケもやるし、雑談もやるし、外配信もやるし、旅に出るし、心霊もやるしっていう。何でも屋さんですね。スロット配信とかもやるしね。観光はしてないかな。ヒカル君の顔に水性ペンで裏返しする寝起きドッキリは、そういう子供みたいなことはしません。無視かって言われたもんだって、俺のんちゃんじゃないから元気かどうかわかんないもん。でしょ？のんちゃんに聞いてよ、のんちゃんのことは。なんで俺のことは俺答えられるけど、俺じゃない人のことをなんで俺が答えられるのよ。答えらんないでしょ。どう答えればいいの？例えば、ドナルド・トランプは元気って言われても知らないって感じだし、安倍総理最近どうって言われてもさあって感じだし、ねえ。そういう感じかな。入院でもしてるん？知らない。俺の彼女であろうがなかろうが俺は知らないよ。俺自分のことしかわかんないもん。連絡は昨日の夕方取ったけど、もう餓死するってツイッターで言ってたよ。何がキモいの？会話できないバカなの？
そう考えても配信者にいきなり枠に来て彼女元気っていう方がキモいだろ。人様にさらせない顔を持ってる君に言われたくないですね。君はよっぽどイケメンなのかな。相当イケメンなんだろうね。街中でナンパされるぐらい。ねえ。羨ましいよ。君みたいなイケメンが。相当モテるんだろうね。おはようございます、ゆうじさん。おはようございます。よくマイページ読んどけよ。ゴミクズが。別にお前みたいなリスナーいらねえから。消えろ。お前は無理かもしんないけど、俺にはできるから。だし、お前には関係なくない？北海道に行きますよ、ゆうじさん。おはよう、トロリンさん。風船ありがとう。俺が好き勝手やってんだから。うん、お前のリスナーじゃないよ、知ってるよ。おめえみたいなゴミいらねえから消えろっつってんだよ。おめえには関係ねえだろ、俺が何やろうが。消えろ。関わりたくない。不愉快だから消えろ。お前リアツツやってじゃあそれ以上に人集められんだろうな。まあ無理だろうな。まあ一人も会いに来ないだろうね。16万出ましたね。4万4千発？北海道にはどうやって行こうか迷ってますね。リスナーさんの車か、飛行機か、電車か。電車ってあんのかな？青森から電車通ってんだ。キレッキレかな？そうかな？泳いで行くとかね。初見さんいらっしゃい。そうっすよ。ヒカルくんのところでお世話になってます。すごいね。前の日が10万出て、その次の日に16万出たかんね。バカ勝ちだよね。お前には関係ないじゃん。俺がどこで何しようか。お前に応援もされたくねえわ。うん。前のスロー、あ、取り返したね。まあ別に取り返す取り返さないとかじゃなくて息抜きでやってるから。別に。フェリーならお任せですが。え？フェリーや、え？フェリー持ってるんですか？どういうこと？ユージさん。フェリーならお任せって。フェリーいいね。あ、船で移動しようかな。お任せですがってどういうことだろう。
何がどうやばいの？別にお前と何の関係もないじゃん。俺がどこで何やろうが。お前と違って俺根性あるんだわ。船旅いいね。船は電波ないね。まあでも一日ぐらいで着くと思うよ。半日もかかんないんじゃないかな。ああ、そういうことか。はい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 。ぜひぜひ、フォローして、北海道来るまで、ゆうじさんぜひフォローしてください。船一晩か。おはよう。カレンね。船酔いとかは大丈夫だと思うよ。あんまりしたことがない。よし！多分大丈夫だね。あ、フォローありがとうございます。嬉しいです。ぜひぜひ。今後ともよろしくお願いします。ヒカルくん。ヒカルくん。おはよう。うん。10時起きだよね。10時です。いっす、おはよう。何時でした？37分でちょっと早いけど、もうちょい寝る？ああ、6時です。うん。一応寝ます。オッケー。ちょうどでいいの、10時。うん。い今はね、郡山って言って、福島ですね。福島県郡山市です。だから、宮城、岩手、青森、北海道かな。宮城、岩手、青森、北海道。ただね、もうちょっと郡山滞在しますね。栃木も行くよ。栃木も行く。日本全国、多分ね、日本一周4、5回回ると思うよ。うん。
郡山桜終わっちゃいましたか。多分ね、昨日の台風みたいな雨で全部ダメだと思うよ。やられちゃったと思う。おととい、昨日おとといぐらい満開ぐらいだったかな。喜多方ラーメン昨日食べましたね。郡山じゃなくて会津かな、喜多方ラーメンは。喜多方ラーメン美味しかったですね。素朴な味ですよね。ちょっとしょっぱかったけど。アドーちゃん、ラーメンこってりハーサリハ。俺ね、実はラーメン自体が嫌いなんですよ。実は。あんまり好物ではないのね。いや、別に嫌いっていうわけじゃないんだけど、好きって感じじゃないのよ。で、つけ麺を食べてから、ラーメン好きになったんだよね。初見さん、いらっしゃい。チーズハンバーグさん。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。日本全国旅してまーす。つけ麺好きっすね。魚介系のつけ麺が好きですね。いつも潜って、あ、そうだったんだ。コメントした方が楽しいよ、生放送は。ありがとね、コメントしてくれて。新宿でおすすめのラーメンは、辰野屋っていうところのつけ麺が美味しい。辰野屋は、もつつけ麺ラーメンっていう、その店舗限定のラーメンがあるから、それは食べてもらいたいかな。フォローぜひぜひ大歓迎です。お願いします。スープ美味しい。おじや食べた。おかゆ最後締めた。もつつけ麺うまいでしょ。たつね、麺もうまいし、チャーシューもうまいし、バランスもいいんだよね。あれはこだわってるよ、ほんと。あそこでしか食えないから。最後、おじやが出てくるの知ってる？知らないとみんな帰っちゃうんだよね、食べ終わったら。最後、食べ終わったら、おかゆが出てくるの。それをスープに入れて食べるんだけど。俺は3年、4年ぐらいかかるかなと思ってますね、大体。
今のペースで言ったら3、4年日本ぐるぐる回らないと無理だなぁとか。ほら、みんなね、帰っちゃうんだよなぁ。そう。初見さんどうも。え、郡山なんだ、コッコさん。あ、フォローありがとう。初見さん、コッコさん、よろしくね。面白かったらフォローして。並んでるから早く帰って、ああ。違うんだよ。最後お粥が出てきてスープで締めて食うんだよ。白髪に超有名な虎食堂ってラーメンある。白川がわかんないな。この映画メッセージっていうの面白そうだな。見に行こうかな。映画メッセージ、いや違います、僕がお世話になってるんです。あの3倍目ヒカルくんって言ってすごい大手の人が友達で、今お家に1週間ぐらいお世話になってるんですよ。お、行ってらっしゃい、バレーニョ、行ってら。新しいフォロワーさん、コッコさん、チーズハーバングさん、ユージさん、フォローありがとう。天宮ゆうきさんいらっしゃい。毎日らしい。何が？どれさんいらっしゃい。どれさん来た。なんか今日ゴミみたいなリスナー多いな。ごめんね。普通のリスナーさん、ゴミみたいなリスナー多くて。ほんと迷惑だよね。どっから湧いてくんだろう、このゴミどもは。メッセンジャー？あ、ダメなんすか？ドルさん結構英語、いやー、高画機動隊微妙でしたよ。今日ゴミが多いね。なんだろう。じゃあじゃあミュールは全然ゴミじゃないよ。他のゴミみたいなコメントしか打てない。ゴミが多いんだよ。まあ死ねばいいのにね。いや、カレンレンは全然ゴミじゃないよ。さあみんなに謝ってんの。天宮とかいうゴミのことだよ。ゴミクズが。死ねばいいのに。日本一周の旅応援します。あ、ありがとう。N1 よく行きます。マジで？超出るよね、コッコさん。N1 超出るよね。びっくりした。あ、バレーニョは、まあ、ゴミクズかもしれないわ。気持ち悪いよ、天宮。お前みたいなリスナー、うちにはふさわしくないから消えろ。お前みたいなレベル低いリスナーいらねえから。消えろ。関わりも持ちたくねえわ。
お前にいいリスナー、お前みたいなゴミくずリスナーにいい配信者紹介してやるよ。今、ふわっち1位取ってるからそこ行け。今、ふわっち1位のところ行け。おめえみたいなゴミは。え？チリの部類？ゴミですゴミですらないの、バガありがとう。にゃんこさんありがとう、バガ。にゃん、にゃん。ちなみに自分は北海道、苫小牧で会ってんのかな？なんて読むんだろう、これ。苫小牧で会ってんのかな？ごめんなさい、読み方がわかんないですね。ああ、可愛さだけでここまで来たかんな。伊達にアイドル配信者じゃねえよ。苫小牧で会ってんの？苫小牧がどこかわかんねえわ。苫小牧で会ってんだ。はい、ワード2。エヴァだっけ？イブだっけ？多分イブだと思うけど。ワード2。ニャンニャン可愛かった。アイテムしたらニャンニャンいつでも見れるから。おはよう大好きさん。おはよう。仙台からフェリーが出てます。ああ、いやいやいや、日本全国旅してるんで、フェリーでワープはしないですね。イカだとか、いやいや。電波少年イカじゃん、それ。確かにみんな箱積んでますね。北斗信頼打ちたかったの空いてなかった。いや、すごかったっすよ、もう。10万2800円。16万。次の日16万。運善円出たからね。やばーと思って。でも、あれっすよ。夜9時と夜、夕方5時行って、ちょろちょろ空いたの座っただけですね。特にハイエナとか言うわけじゃなくて。空いたから座ろうっつったらめちゃめちゃ出たっていう。ただ。それだけです。北海道まで行ったら、次はどのあたり？いや、一回ね、格闘技のイベントに出るんで、これに出るんですよ。ステコロっていう。だから一回東京に戻りますね。夜行バスかなんかで。だからどこまで行けるかだよな、俺が。ぜひぜひ。
お願いします。よろしくです。やばいよね。二日連続10万超えだからね。持ってるよね。配信回さなかったらね。北海道広いもんね。そうなんだよ。北海道広いんだよ。手頃の衣装どんな感じにしようかな。みんなユニフォームとか作っていくのかな。捨て頃。アニメの聖地ね。ありがとうチーズハンバーグ。よろしくね。今後ともよろしく。公演プレゼントありがとう。マイカさん。ありがとう。優しいね、ミユル。いいね。そうだね、そろそろ。そろそろ起こさないとね。プロレスじゃないっすね。僕はムエタイルール、肘膝ありです。プロレスじゃないっすよ。よっしゃ、じゃあ移動する感じかな。ズボン履こうかな。
ヒカルくん、おはよう。おはよう。これ赤いパンツしか持ってきてない。ユニクロで新しいの買ったよ。1枚1000円のパンツ。いいやつ。高いけど、物持ちがいいんだよね。もう4年ぐらい履いてもボロボロにならない。3枚買った。そうっすね、原価継ぎで。ナーボー、ナーボー子がかかう。かけないよ。ああ、いけ。どんどん広がってるよ。
直徳さんおはようございます。あと30分寝るそうです。光くんは大丈夫ですか？3まで寝るって言ってるんですけど、間に合うのかな。ちょっと僕その辺の予定がわからないので、大丈夫、了解でーす。あ、僕、夕方まで、なんか二日連チャンで寝ちゃったんで、なんか、ヒカルくんと、なんかずれちゃってるんで、戻さないとと思って今日起きてました。なんか睡眠障害持ってて、ダメなんですよ。なんか、24時間ぐらい起きてて、12時間寝るみたいなサイクルが、すごい体に合ってて、どんどんずれちゃうんですよね。髪型強そう。ありがとう。格闘技の大会出るから、ちょっと格闘家っぽいいかつい髪型に。好きなバンドマンの髪型真似て、アシンメトリーで。いかついっすね、これ。ヒカルくんの専属美容師の方にやってもらったんですけど、めちゃめちゃうまいっすね。要望通りに、こっち側から見るとちょっとロングで、こちらは、そう普通の単発みたいな。そう左右で全然違う髪型になるみたいな。これいいでしょ？こんな髪型してるのいないでしょ？気に入ってますね。かっこいいよね、これ。ヒカルくん寝てるよ。犯人起こす。寝たの5時だから疲れてるんだよね。あとヒゲだな。ヒゲはまあしょうがないよな、旅だから。ボッサボサになるぜ。ヒゲ、ヒゲも赤く染めたんだけど落ちちゃったな。後ろのヒボはあれだよ、俺がいつでも首吊れるように、俺がいつでも首吊れるように。疲れてますね。だから昨日寝たの5時くらいで、夜中の3時くらいまでバッチバチまたやり合ってたんですよ。山じゃない、山じゃない。電球の紐。電球の紐。俺のギャグちょっときつい時あるからさ。うん、マジっす、マジっす。
結構スパーリング。スパーリング見ます？スパーリング見たい人手挙げて。10人以上いたらスパーリングの動画流します。昨日のヒカルくんとスパーリングまだ見てなくて見たい人10人以上いたら。配信始める前に。アレクチェ見てないの？なおたくさん。あ、じゃあ流すか。うん。ちょっと待って。かな。映ってるかな。このサイズ、このサイズじゃないか。このサイズで合ってるか。昨日はね、結構派手にやり合いましたよ。まあ、1ラウンドしかやんなかったけど、結局2時間練習した中で、1ラウンド半ぐらい、殴り合いましたね。ヒカルくんと。ボコボコにされました。ボコボコにされました、ヒカルくんに。仕上がってますよ、ヒカルくん。見れてるよね、大丈夫だよね。うん。でもやっぱいいね。録画残すとやっぱいいね。なんか思い出になるじゃん。スパーリングも一個一個も。そう。ああ、下手っぴだなーとかさ、少し上手くなったなーとかさ。これ小さな積み重ねがさ、やっぱり配信者の醍醐味っすよね。あ、なおたくさんよかったっす。これ昨日の夜中の、もうこれ4時ぐらいかな。で、ヒカルくんがスパーリングやるっつって、っつって。結構ハードなトレーニングしたんですけど、ヒカルくんの練習メニューついていくの大変なんだけど、超きつい。あ、始まるかな。あのね、ヒカルくんレーシックしないとダメだわ。もうスパーリングでコンタクト2、3回外れてる。これもね、序盤外れるんだけど、インローっすね。昨日教わったインローをお互い蹴ってますね。うん、牽制インロー、うん。ガードが僕まだ低いっすね。ヒカルくん真似ないと。どうしてもね、左で下がったりガード下がる癖があるんで。これ、朝の4時ですね。3時くらいかな ?3 時かな ?3 時か4時っすね。結構笑えますよ、この動画。あの、二人とも喧嘩ファイトになるんですよ、後半。中距離はいいんだけど、接近戦になるとね、ニャンニャンパンチが炸裂するんだよ。それがね、二人でタイムシフト見て爆笑した。こうなるよね、つって。うん。面白いよ。始まった、始まった。接近戦になるとね、何していいか分かんなくなるっていう二人、うん。で、コンタクトレンズ探すんですよ。試合中にコンタクトレンズ。ワトさん見えないっすつって。えつってどうしたのって言ったら、コンタクトすっ飛びましたつって。そう。で、これは一旦休憩入って。で、もうちょいしたら、スパーリングまたやるんだけど、1ラウンドだけですね。飛ばします。笑うよね。レーシックやった方がいいと思う、ヒカルくん。もう試合中にね、コンタクト外れたらね、マジで無理だよ。見つけました、見つけました。このスパーリング面白いよね。朝もちょっと流したんですけど、さっき。もうみんなで爆笑したんだよ。ヒカルくんはマジレーシック絶対必要だと思う。試合までに。うん。いや、腹よ、腹。腹。うん。
中距離はそんなでもないんだよな。別に二人ともパンチ、距離感間違えてないし、そんなに変な動きじゃないと思うんだよ。普通の地下格闘技っぽいっていうか。別に変じゃないじゃん。それがね、近づいていくとニャンニャンパンチに変わってくの。ほら。いいのもらっちゃったんだよね。倒れなかったけど、倒れる癖なくそうと思って我慢してる。この辺別にね、悪くないでしょ？なんか、格闘技って感じでしょ？格闘技って感じなんだけど、これが接近戦になると面白いんだよ。もう後半笑うよ。これこれこれ。二 人とも抱き合って何していいかわかんない。とりあえずくっついて。もうとりあえず離れようかっつって。笑うでしょ、これ。これレフェリー止めるよねって二人で小声で話して。ヒカル君構えかっこいいよ。顎引いて、ガード上げて。いや、オーソドックススタイルだよね。俺がね、癖で下げちゃうのがダメなの。いや、笑うよ、こんなの。昨日の夜中の3時ぐらいかな。もう接近戦は俺らわかんない。何やっていいか。この辺の距離だとそれっぽいんだよ。なんか、それっぽいじゃん。そう。でもこの辺はね、大丈夫なんだけど、接近するとお互いぐちゃぐちゃになるの。本当に。コントみたいなんだよ。ブレイクですね。これなんて言うんだっけ？とかヒカル君言ってて。これレフェリーなんて言うんでしたっけ？とりあえず離れるやつですよね？つって。あ、離れよ？つって。ほら。面白いでしょ。接近戦になるとね、超面白いね。くる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 二人とも回るの。どこに敵がいるかわかんなくなって、二人でくる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 回るんだよ。超型いいよ、ヒカルくん。超強いよ。ただ、なんか、その素人だから、教わってることはできるんだけど、こうなっちゃうんだよ、接近戦。面白い。笑うっしょ。そう、これ見て二人で爆笑したんだよね。これは格好悪いっつって。リスナーも笑うよな、これっつって。で、抱き合うって。二人だけなぜか感動してるっていうね。なんだこれって。なんか二人でもう良かったみたいな。感無量みたいな。まあ、こんな感じでしたね。こんな感じの、ヒカルくんは、でも、ジムで習ってるよ。あと、まあ、練習内容で言ったら、まあ、こういうペットボトル、ポリタンクか。ポリタンクに置いて、9分間、3分3ラウンド、これをずっとやってる感じかな。この足を上げるトレーニングですね。これ。こうやって、ポリタンクの上に足を乗っける、やつですね。様になってきてる？ヒカルくんの練習ハードなんだよな、すごい。すごい大変だよ、これ。やってごらん？なんか、これくらいの台を見つけて、3分間ずっとやるの。で、残り30秒ダッシュかますから。超かっこいいよ、ヒカルくん。急にペースアップするから。これ結構きついっすよね。これめちゃめちゃきつい。これを3分3ラウンドやるんだけど、ドレさんに怒られた。もっと本気でやれって。足上げろって。超きついのに、これだけでも。こんなダメだよ、っつって。ドレさんにめちゃめちゃ怒られた、今日。足上げろ、っつって。いや、これ笑えないかんね。これ本当にきついから、家でやってごらん、3分間。滝のように汗出るし、足上がんなくなるんだよ。ヒカルくんひょいひょいやってるからあれだけど、超きついよ。だって、こういう練習した後にやんだよ。ほら、ペースアップしたでしょ。ヒカル君のペースに合わせるとこうなるから。ついていけない。
すごい、襟巻きトカゲみたいになるから。足が限界なの。でも滝のような汗出てんだよ。テッカテカでしょ、体。ついてくの必死なんだよ、もう。いや、ネタじゃないから本気でやってるんだよ。やってみろよ、3分、9分。坂田師匠言われましたね。で、まあ、蹴りの練習とか、見切りって言うんだけど、パンチの練習とか、その、まあ、なんつうの、かわす練習とか、そういう感じの練習、まあ、みっちりやりましたね、ほんと。タバコ休憩2回ぐらいしか入れてないし。結構きつかったですよ。まあ、サンドバッグ蹴ったり、こうやって避ける練習。これはヒカルくんが避ける番なんだけど、ヒカルくんはね、スウェーバックとダッキングって言って、避けるタイプなのね。こうやって。俺は、パリングと、何使ったっけな。パリングと、ガードか。ブロッキング。そう。なんかタイプが違うんですよ。ヒカルくんはひたすらダッキングとスウェーバックで避けるタイプで、俺はね、ブロッキングとパリングよく使いますね。まあ、それはなんか人の相性なんで、自分のファイトスタイル。まあ、極端な話、パンチが当たらなければいいんで、僕は基本的に打ち落とすっていうか、こう、手首でクイクイって、ドレさんに教わったやつ使いますね。これ覚えるとカウンターができるらしいんですよ。その、相手のパンチ分かってるから上から被せちゃえば、いいって教わってるんで、僕はカウンター狙いでこれやってます。パリング。先生によって、そうっすね。まあ、ドレさん曰く、まあ、避けられれば何でもいいっていうか、当たらなければ何でもいいからっていう。で、パリングを覚えると、そう、パリングのタイミングでジャブ突き出せれば、絶対カウンターで入るから、パリングいいんじゃないっていう。まあ、ブロッキングもパリングも教わってますけど、スウェーバックは、やめなさいって言われましたね。追っかけられた時に引くことになって、被弾するし、あと、ダッキングに関しては、膝が飛んでくる可能性があるから、キックでは使わないっていう風に教わりました。いや、基本的に僕はこのスタイルでいこうかなと思ってますね。自分の場合、ガードが下がっちゃう癖があるんで、それを矯正しないとなと思ってます。ヒカルくんと全然違うでしょ。ヒカルくんはね、ステップが、スタミナもあるし、ステップができるから、避けるっていうのいいと思う。空振りが一番スタミナ削れるから。ね、オッケーオッケー。スウェーバックっていうのは後ろに下がること、簡単に言うと。パンチが伸びてきた時に後ろに半歩下がって避けるっていうやつね。で、ダッキングっていうのは、その体を横に振ったりとかして避けるっていう。要はリズムで避けるの。俺が使ってるパリングっていうのは、今ブロッキングしたのね。要は、こうガードしてるのがブロック、ブロッキング。で、相手がパンチした時にグローブでパンって払い落としてるのがパリングってやつ。だから俺は、その、グローブで払う感じ。グローブと腕でガードしたり払ったりするタイプの。で、ヒカル君は避けたり下がったりしながらリズム、足でこう、避ける感じかな。オッケー、わかった、ミュール。うん。そうっすね。僕、ガードと顎はヒカル君のもうパクっていこうと思いますね。完全に。だから、下がらない練習だね。前に前にっていう、ヒカルくんのファイトスタイル見て、下がらないのめちゃめちゃ有効だと思ったんで、前に出る、もうもらいながら前に出るって感じか。なるべく。試合当日まで癖にしないとダメですもんね。おはよう、よいこさん。おはよう。そう、今ね、昨日の練習の動画見てるよ。みんなで。今日もヒカルくんとやるんじゃないかな、この後。まあこんな感じでしたね。ガードしてても下がって手が出ないとルフェリーともね。そうっすよね。そうっすよね。地下格闘技見て本当に勉強になりましたな、オタクさん。こんなに早いんだと思って。すごい早いですよね、止めるの。びっくりしました、僕。まあでも、郡山来てよかったっすね。なんか、練習、こんなハードな練習やってるんだって。僕、
機材がないからシャドウしかやってないんですよ。ランニングと。動き硬いっていうか、体が硬いね、俺は。そうっすね。ああ、そういうことか。だから避けるのか。食らってなくても止められる。ああ、そういうことか。要は、手返さないとダメってことなんですね。要は、もう、これ止めないとってことっすね。TKO になっちゃう。うん。どうなんだろうね。進化したのかな。なんか、ヒカルくん曰く、なんか、二日前ぐらいから、二日前とは全然違うって言われたけど、自分だとわかんないんだよね。その、なんつうんだろう。自分が強くなってる体感ってあんまないよ。うん。ただ、昔の動画とか見て、ああ、良くなってるのかな、みたいな。そうっすね。打たれて打ち返す、本当あれっすね。本当に、ドレさんが言ってた意味が、試合見て分かりましたね。うん、ポリングじゃない、パリング、パリング、パリング、ちょっと待って。パリングはこれかな、これ。だからこれ当たってるように見えて、実はグローブで止めてるのね。ほら、クイクイって手首やってるでしょ。だからね、当たるんじゃなくて、払い落とす感じの、相手のジャブを。で、相手のジャブを払い落とせるってことは、腕を前に突き出したらクロスカウンターっていうか、まあ、カウンターが打てるんだって。だから俺はこれを、なんつうんだろう、やろうかなと思ってる。まあ本当は何でもいいんだけど、避けれたら。だから受けの練習だね。防御の練習。あとその打たれ慣れるっていうか、そんな感じ。これがパリングとブロッキングかな。まあスウェーバックもたまに使ってるけど、その距離間違えないように一歩下がるけど、これはね、スウェーバックっていうよりも距離を置いてるだけ。うん。今一発もらったね。ボンって首が跳ねたね。あれは当たってる。あれ失敗してるってことね。うん。だからこれ当たってるように見えて当たってないんだよ。そう。ヒカルくんとはタイプがちょっと違う。うん。打ち払ってんの見える？わかる？その、グローブでヒカルくんのパンチをさ、こう、ポンポンって払ってるんだよ。見れば見るほど慣れます。そうっすね。やっぱスパーリング何回もやった方がいいなって思いました。うん、なんか、ドレさんに言われたのが16オンスだったらもう倒れないから、意外と痛くないから、その体感で本気で殴られたらわかるよって。あれってこんなもんなんだみたいな。目とか腫れるけど死なないっていうのがわかるっていう。あ、そう言われました。恐怖心を克服したら、もう全然、顎さえもらわなければ絶対倒れないはずっていう、理論上はっていう。顎にクリーンヒットも、でも16だとないよって言われてますね。だから自分が倒れちゃうのはバランスが悪いっていうか、体幹が悪いみたいですね。なんか、打ってるフォームが悪いから、そこ、小突かれると倒れちゃう。こけちゃうみたいですね。だからもっと、その、足腰鍛えて、どっしり構えて、パンチを怖くなくさないとと思って。だから自分、打たれる方がいいなと思って。受けながら前に出るっていう。ほんと勉強になりました。ヒカルくんと青春してますね。じゃあ最後にダダッコ試合もう一回流しますか。よいしょ。この辺かな？この辺からやるんだろう。よいしょ。この辺かな。まあでももうちょっと頑張ったら、人に見せられて笑いも取れて感動もあるかなと思ってますね。もうちょっとできるようになったら、まあ、リスナーさんにお金払った価値があったわーって言ってもらえるかなっていう。後ろ足が地面についてるが、そうなんです、そうなんですよ。そうなんですよ。本当は、後ろ足かかと、つま先立ちしないといけないですね。前足はそのままでいいんですけど、かかとはベタ足になってるから、そう。その通りなんですよ。やっぱみんな、あれだね。わかるんだね、格闘技。ヒカルくんはほんと強いね。うん、多分ね、今のパンチでね、コンタクト外れたんだよね。
今のパンチでコンタクトもう外れてるから、だからこの辺がね、なんで当たるんだろうと思ったパンチが何個かあるんだよ。多分これ見えてなかったんだよね。この辺が当たるんだよ、結構。2、3発。あれ、これ、ヒカルくん、ほら、避けるのになとか思った。あ、ほら、当たってるでしょ、2、3発。これがおかしいなと思ってたの。そしたらなんかヒカルくんがコンタクトがほら、当たるんだよ。だから、ヒカルくんらしくないなと思って。そう。何だったんだろう。と思ったら、コンタクトがあって。あれ？これコンタクトの方じゃないか。あ、これコンタクトの方じゃないわ。普通に当たってるんだ。うん。ベタ足ダメっすね。だからタイムシフト見て次の日に次の日にっていうのが効率悪いっすよね。誰かがいれば、あ、もっとかかと上げてとか、もっと気合い入れろとか、あ、やっぱ、あれだ。やっぱ外れてる時だ、これ。二人でやってるから、二人とも夢中だから、あれなんですよね。わかんないんですよね。やっぱトレーナーって重要っすね。トレさんとやってた時は、トレさんがどうしろ、こうしろって、ワド、こういう戦法でいけとか言ってもらえるけど。コメント読むわけにいかないしね。難しいっすね。ポリタンクのトレーニングは、東京帰っても続けます。そうですね。癖、もう体に染み込ませるしかないですね。こういう時に研究して、で、練習の時に染み込ませて、スパーリングで実践、もう繰り返すみたいな。ただ旅の時に忘れるのが怖いですね。せっかく練習したことを。セコンドも試合の時に重要。僕のセコンドロハコさんですよ。なおたくさん。我がさん、水のペット、僕、転換持ってるので、キャップが開かないですね。和藤さん、ペットボトル、水飲みたかったら、あ、ごめんなさい。ライトの照明が眩しくて、僕、転換起こしてクラクラしてるので、ちょっと座ります。あ、セコンドアウトですね。さよなら、つって。多分、そういう試合展開になりますね。和藤さん、僕、ゲイなんですね、つって。対戦相手のご紹介してください、つって。そうだね。10時半。あ、ヒカルくん。半過ぎたよ。いいっす。ちょっとネタに走りすぎたな、俺。ネタに走りすぎたな。つま先の方が踏み込み早い。そうっすね。なおたくさんコメント欄にいますよ。へい、つって。めっちゃ眠そう。こんな感じの練習をしてます、僕らは。ありがとうございます、見てくれて。こんな感じですね、昨日の練習は。面白いでしょ、でも。なんか素人なりにだけど一生懸命やってるから面白いでしょ、みんな。どうだった？面白い？楽しめた？楽しめた、みんな。まあ、試合当日、みんなに楽しんでもらえるような試合やるんで、見応えあるでしょ。まあね、頑張ってます。ああ、いい、とんでもないです、とんでもないです。むしろ、
なおたくさんにはもう感謝してもしきれないぐらいお世話になってるからな。おー、りーちゃん、面白かった？よかったよかった。そうね、練習と本番っていうかスパーリング本番全然違うの。もうなんかね、相手が目の前に立つ。要は、スパーとかシャドウとかミッド打ちとか全部、その、相手が攻撃してこない前提なんだよ。その、安心感が攻撃だけに意識するから、だけど、その、ヒカルくんが目の前に行ってスパーの時って殴ってくるわけだよ。で、怖いわけじゃないんだけど、やっぱね、体が丸くなろうとしたりとか、こういう風になろうとしたりとか、こう避けようとか、背を向けた方が、いや、本能があるの。その背中の方が打たれても大丈夫だし、丸くなったら防御力上がるじゃん。その目つぶったりとか、そういうね、本能との戦いですね。そう。いい動画。あ、タイムシフト残ってますよ。要は、録画です。ふわっちの録画です、今のは。ふわっちの録画見たら、いろんな動画あるんで、見てみてください。もしくは、僕の YouTube に動画がアップされてるんで、YouTube で、ワードを練習とかで検索してみたら、出てきます。いや、一生懸命やってますよ、よいこさん。うん。いや、もう本当に僕はサンドバッグ叩けるのなんて考えられない環境なんで、ずっと公園でシュッシュッとかやってたんで、お前空気殴って強くなれるのかよとかバカにされてたんで、本当に悔しくてもね、ずっと続けてたんですけど、やっぱ違いますね、ジムがあると。逃げ腰なのが分かりやすかったけど、トレーニング始めてどれくらい？逃げ腰ってわけじゃなくて反射でね、丸くなっちゃうんだよ。トレーニング始めてどれくらいだろうね。もう2ヶ月ぐらい経つ。で、スパーリング、トレーニング始めてっていうよりも、週に1回教わって、で、家でずっとシャドウみたいな。だからジムとかに通ってないのよ。うん。よかったよかった。やってみるとわかるよ、リーちゃん。絶対体丸くなるから。そうね、どっから飛んでくるかわかんないんだよ、近くになると。経験がないから。距離があると、こう見えるけど、この辺からこう殴られたらいきなり来んだよ、パンツが。こうとか、こうとか。この辺で戦ってる感じ、体感では。こういう風に。見えないでしょ。怖いんだよ。怖いっつうかね、防御しないとってなっちゃう。本当はバーンって突き放すんだけど、もっと近くに行ってバーンって放すの。うん。そう。で、お互いそうなのよ、ヒカルくんも俺も。そう。だから、二人で話し合って、こういう時は接近してバーンって突き放すか、タックルかますか、クリンチか、あと前蹴り。多分、前蹴りの距離じゃないと思うけど、ローキックとか。二人でいつも話し合って動画見ながら、こういう時どうしようとか、これダメっすねとか、うん、これこうしないとか。で、その二人で考えながらやってる感じ。コメント欄とか参考にしながら。うん。経験あんの？うん。空手やってたんだけど、空手とは全然違う。空手はね、顔面ないから、もう、なんつうんだろう、打ち合いなんだよね、ひたすら。空手と全然違う、本当に。顔打つのは。要は、人間の本能で、もう目とか鼻とかさ、要は神経とか、もう全部ここに弱点が詰まってるわけだから、その、体がね、やっぱ顔打たれるの嫌がるんだよ。本能で。だから目つぶったりとか、かがんだりとか。でもね、実は打たれてもそんな痛くないんだよ。怪我もしないの、本当は。グローブつけてたら。だからそれを克服するっていうか、顎をずっと引いてこう上げてっていう。ストリートファイト。ナオタクさん結構トッっぽい感じなんですね。うん。本当っすか？ストリートファイト全然しなそうなのに。へえ。ナオタクさんめちゃめちゃ温厚なイメージだから。怒ったら怖いタイプだろうなぁとは思いますけど、絶対怒ってるのも見たくないっすもん。
いや、ヒカルくんの方がね、全然レベル上なの。だからちょっと申し訳ないなと思って。本当はね、もっと強い相手とヒカルくんはやんないといけないから、俺の実力がヒカルくんの足引っ張っちゃってるから、だから、セブンさんの方が強いから絶対。あ、落ち着いたんですね。うん。そうだね、ヨガファイヤーとヨガテレポートだね。うん。まあ、面白く、みんなが楽し、ヒカルくんはもう40分だよ。はい。うん。うん。なんか、え？なんかわかんない。こんなこと DM で、おう。写メ送ってくれって言われて、女の子から？おう。リスナーに、その DM で写真送るじゃないですか。おう。その DM 送ったやつも不適切になるって言われたんですけど。ええー？ありえなくないですか？俺に送ってみようよ、じゃあ。はい。ワトさんに送ってみます。俺に DM 送、あ、でも俺解除しちゃったじゃん。もう俺はクリアしてるんだよ、その課題。だから、その見る側じゃないですか、結局。かなぁ、多分見る側だと思うわ。そう、だって僕はもうその接敵の解除したんで。だよね。ワトさん。多分、だからその子側だよ。ですよね。うん。俺はね、テルチャンピンっていう人。なんか顔長くなったよね。俺もね、さっきから思ってたんだよ。顔でかくなったんじゃなくて、顔が長くなったよね、俺。なんだろうと思って。すげえね、旅配信始まったからどんどん顔長くなってくんだよ。なんだろうと思って。僕は女の子にモテたくてモテたくて、その思いが格闘技をうまくしてくれた。動機不純だな。髪型かな？髪型か。なんかすごい縦長になった感じがするんだよね。やだね。どんどん長くなってくんでしょ。やだわ。ヒゲかな？ヒゲと髪型かな？でもすごいな。女にモテたいっていう感覚俺ないからな。金もないんだよね。ただね、有名になりたいはすごい強い。女にモテたいもない。金持ちになりたいもないの。女と金は後からついてくるっていう理論なの、俺は。有名になったら。そう。だから、そういうね、女にモテたいモチベーションがないんだよね。昔から。え？って、有名になったらモテるし金もついてくるんでしょ？みたいな。だからもう、有名になりたい欲は人一倍強い。ひげ伸びたのもあるかもね。そうだね、ひげかな。ヒゲだ、多分。閉まってきた。どうだろうね。なんかリスナーさんが冗談半分でヒョードルみてえだなとか言ってたけど、ヒョードルと全然ちげえだろとか。プロレスラーとかヒョードルとか、なんか、そんな感じでいじられてる。還暦までに有名になって。どうだろうね。別に還暦とか意識してないけど。丸くなったってよく言われんだよね、俺。全然意識してないけど。ニコ生の時知ってんの？三吉さん。あ、もし初見さんいたらフォローしてください。愛子さん、ありがとうございます。おはよう、ヒカルくん。よし、2年目。今日晴れっぽい。あ、見てたんだ、ありがとう。いいじゃん、かっこいいって言って、お世辞でも言ってくれたんだからさ。いいじゃないか。泳がせてくれよ。ちょっと遊び大事でしょ。ちょっとした遊びじゃないか。
え、ワンさん、おるっすか？おるおる。寝てないっすか？寝てない、寝てない。あ、全然大丈夫。うん。大丈夫、大丈夫。いいっすか？うん。楽しかったよ。みんなとね、話してた。うん。お香になった。そう。顔でかいやつは大成する。あー、それわかる。石川のりゆきさんの顔の大きさ、こんくらいだからね。本当にこんくらいだよね。うん。石川のりゆきさんは。そう。めちゃくちゃでかいですよね。金梅さんがこれ、これくらいかな？金梅さんこれくらいで、石川のりゆきさんこれくらい顔がでかい。そうそうそう。これくらい。めっちゃ。めっちゃ。うん、なんか近づいてくるとどんどん上目線じゃん。おぉでかっでかっつって。カメラって小顔に見えるから。マジマジ。うん、すごいよ。やっぱね、でもね、映えるよ。石川のりゆきさんがたいいし。金梅さんもね、顔でかい方がいいんだよね、ほんと、配信者。俺みたいにね、ジュノンボーイ系は売れないんだよ。妖怪じゃん。うん、のりゆきさんのあの髪型は面白いですよね。毎回。よいしょ。よいしょ。臭くないから。大丈夫かな。ジョノンボーイ、俺俺。妻夫木聡。え？ジョノンボーイ。いや、俺俺、ジョノンボーイ。え、俺、どちらかって言ったらジョノンボーイじゃん。違う？ジャニーズ系ではないかなって。完全ジョノンボーイじゃん。え？対局だったの？俺、小学生ぐらいからずっと俺、ジュノンボーイだわって思ってたんだけど。間違い？そうだね。金梅さん体調心配だね、本当に。マジで。そこは冗談抜きで。うん、いや、あのね、ほんと配信魂だと思うよ。あんだけ病気抱えて体ボロボロで、戦うっつってんだよ。俺、狂ってんのかなって思ったもん。普通辞退するよ、うん。どう考えても。そう。だって、肝臓がカチカチ固まってんだよ。肝硬変つって。で、肝臓ってこれくらいの大きさなの。左側。ぶっ叩かれるんだよ。弱点を。グエーつって。うえーつって。自分から弱点を。で、してやるっすかね。で、はい。うん。選択はできて、一回ね、ヒカル君とさせてもらったけど、もう一回聞きたいかな。うん。うん、コメントしないで見てました、誰が。何の話？いや。何の話？何の話してんだ。金梅さんが第一試合とか豪華すぎるよね。金梅さんが第一試合なんだ。超豪華だよ。俺見たいのに見れねえんだよな、試合。そう。モニターあるって言ってたよね。モニターあるって言ってましたね。うん。え、みんな同じ控室なんすかね。違う、あの、対戦相手バラバラ。だから、俺ヒカル君と違う、多分別部屋になるっつってんだよ。別部屋の僕と。だって、テルチャンピンパルパルは一緒でしょ多分。いや、違うんじゃないですか。その何コーナー、あ、そうか。そのコーナーのあれに、ずっと違うのか。そう。そう。だから俺の予想多分、あの、パルパルと俺は絶対やらないはずなの。だって楽屋で喧嘩になるじゃん。うん。うん。で、そう。やっぱバランス考えたらね、ヒカル君別部屋になる可能性高いんだよね。マジか。うん。部屋か。
多分ね、ドレさんと俺は間違いなく一緒だと思うんだよ。うん。みやびさんと一緒にいてもね、なんか気まずっと思う。それはあると思う。うん。嫌い、みやびさん全然嫌いじゃないけどさ。俺、立場上絶対ドレさん応援するから。うん。あ、これはね、俺がいつでも首くくれるようの、あの、紐ですね。うん。あれだよ、里水キティ、女相撲対決もあるよ。うん。うん、あと、なに、桃エリア歌歌うし。うん。パルパル出るよ。パルパル出る。うん。地下格並みのヤジを飛ばす。全然、ワード、ワード行けっつって。ガードガーっつって。うん。壁の地ってこれのことあるよ、まだ。うん、トイレ行ったかな。あ、全然全然。それはもう、嬉しいっすよ。ただ、試合中聞こえないっすよね、多分。多分集中して。無理だよね。あんま聞こえないと思う。選手分かってなかったもんね、やっぱり。うん。うん。あと多分そうしたくてもそうできないっすね。で、やってる状態で。お、ゆきさんはどつ。新宿にはね、5月の21が誕生日なんですよ、僕。だから5月の21にオフ会やろうと思ってるんで。5月の21には新宿にいます。みやびさん復活したらしいよ、なんか。復活したんすか？なんか、なんかキャスリポさんのやつで、なんか復活みたいな。もう、うん。なんか肉体美みたいな、こう、マッチョの、なんか、ムキってやつ乗ってて。そうなんですね。うん。そう。あ、21、ぜひぜひ。うん。あの、飯食いましょう。多分そっから21からあの20日間あるんで、もうバンバンバッチバチに練習しようと思います。あ、ありがとう。なんか事情があって休んでた。どんな事情かは俺らはわかんないけど、事情があったんだろうね、多分。行きますか。行きますか。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また後で。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。